どれどれ、あまり進展は見られないようだな。
く厄介だぜ。厄介だな。果実だ。
漂流者のようですね。もしもし。話しかけているのに。そりゃ世の中にはいろいろ。あなたもロンバルディア号に乗っていらした方ですよね。私たちも同じ乗客でこの島に流れ着いて。俺に関わる。ちょっと待ってくれ。こら、せめて名乗っていきなさい。ヒュンメル、運び屋だ。でもいや、そうで、あの様子では言うことを聞いてくれそうにありませんが。ま、同じ方角へ向かうみたいだからまた会う。それにしても運び屋か。あなたが言わないでください。それより日が暮れてきましたね。なんつうか、焚き火って不思議と見入っちまうよな。この島は不安なことだらけで、火を見ていると落ち着くというか、安心できる。いや、そう、でも、まあ気のせいでも、また明日から頑張らねえとな。それにしても今日会ったあの方は何だって。私が話しかけているのに無視するなど失礼にも程があります。ヒュンメルとか言ったわしには、無視したというより何か目的があるよ。漂着した島に目的ですか？そんなはずが。カーランのおっさんもそうだ。たまたま同じ船に乗り合わせただけで、生まれも身分もバラバラの連中だ。いろいろな人間がいるのは当然じゃね。そんなことは分かっています。もう、今日も大量だ。
何かあるぞ。島のことをまだ何も知らないのかもしれませんね。
これは絶景だな。おうよ、僕の番だな。さあさあ、食ってくれ。よし、完成だ。